私はお前たちが嫌いだ。失礼しました。待て。だが奴らのことはもっと嫌いだ。奴らが何を破壊しようとしているのかは知らん。だが犠牲者が出るのは確実だ。そんなことはもう許すわけにはいかんのか。近藤課長だったらきっとこう言うだろうな。大馬鹿者、大馬鹿者。定年まで港署でいる覚悟だ。総本部長に伝えろ。ご苦労さん。